はいどうも、よしさん TV のよしです。今回は前回話させてもらったどうして僕たちは幸せだと答えられないかの続編でございまして、今回はそのどうして僕たちは幸せだと言えないのかっていうのをもうちょっと理解するために、なぜ外国の人たち、特に英語圏の人たちは幸せですとはっきり答えられるのか、答えられる人が多いのかっていう話をここでしていこうと思います。っていうのもね、ちょっと前に僕の彼女と話してる動画を上げさせてもらったんですよ。で、その中でこういろんな会話して、で最後に幸せって幸せかと聞いた時に、いや私幸せだよと、で俺たち幸せイエーイみたいな感じでね、イチャついてたんですよ。でその視聴者さんね、テキャテンさんという方からコメントをいただきまして、いやすごいよねと、幸せって聞かれて幸せってはっきり答えるのがすごいよねと、日本ではあまりこの幸せってはっきり言える人が少ないから、やっぱり外国の人すごくはっきり言うのがすごいよねっていうコメントをしていただいて、ありがとうございます。本当にコメントしていただいて、で僕考えてたんですよね、そのコメントいただいた後に、なぜ外国の人たちはこうなんていうかな、日本の人と比べると、あ、私は幸せですよとこうはっきり言えちゃうのかっていうのを考えてたんですよ。でそのコメント始めもらった時は、おそらくその言葉の重みが違うのかなっていうのを少し考えてたんですよ。っていうのは、ハッピーと幸せってこの2つの言葉あるじゃないですか。で、何ですかね、僕がこの英語を話せるようになってから、このハッピーっていうのはすごくポップな感じで言えるんですけども、幸せってすごく重みがあるから、日本人はその重みのせいであまり幸せをこう乱用できないっていう感じなのかなって思ってたんですけども、まあ、それはあると思います。それ一理あると思うんですけど、新たな、まあ、これ以外にも一つもう一個すごく大きな理由があるんだなっていうのを最近気づいたので、ここで伝えさせてもらいます。まあ、どういうことか、どうして外国の人は幸せっていうのをはっきり言えてしまうのか、それは彼らは日常の中で、ね、自分たちの感情を相手に伝える量が半端なく多いんですよ。日常の中で彼らは常に自分の感情を伝えなくちゃいけない文化にいるんですよ。っていうのは、英語圏でね、まあ、イギリスで誰かと会った時に、友達でも誰でもいいんですけども、まあ、How are you って聞く、How are you って外国の人言うっていうのを、まあ、皆さんご存知だと思うんですよ。で、まあ、完全にもう文化もなんかもうオートマティックな感じで、I'm good とかね、Fine とかね、Great とか言うんですけども、まあ、イギリスはね、あまりこう、俺めちゃくちゃいいぜっていうのを伝え、あまりこう見せびらかさないために、Not bad って言うんですけど、これすごいイギリスっぽい、こう、ダイレクトに言わないように、悪くはないって言い方がすごくイギリスで流行ってるっていうか、みんなよく使う人多いんですけど、まあ、とりあえず僕が言いたいのは、英語圏は、この、誰かと会った時に、How are you? How's going? って言った時に、Good, fine, not bad, great.まあ、中にもハッピーっていう人もいるかもしれないですけども、もう彼らは答える準備が常にあるんですよ、誰かと会った時にね。でそれはたとえ彼らがグッド、いいコンディションじゃなくても彼らはグッドって言うんですよ。でどういうことかというと、空っぽなんですよね、この時。俺がグッドかファインとか、いい状態か状態じゃないか関係なく、彼らはいやいいよって言うんですよ。どんな気持ち、あ、いい感じって、どんな気持ちがいい感じっていうのはお互いね、言い合ってるんですよ。空っぽの状態で。いいかどうかもどうかわからないまま自分たちで言い合ってる。それが英語圏の文化なんですよ。で、例えば、まあ、もっとね、極端なのに言うと、例えば自分の周りでね、こう、なんか不幸なことが起きたりとかした場合でも、How are you? って聞いたら、I'm good, but, でも、みたいな。ああ、いい状態だよ。でも、最近ね、友達が怪我してとかね、僕の彼女、彼と喧嘩してっていうのをね、I'm good ってこう前提で、あ、大丈夫だよ、いい状態だよって言った後に、でもって付け加えるわけなんですよ。ね、だからもう何があっても、普通よりいい状態の自分を発言してから、残りのことを、なんか別のことを言い始めると。だから会話、これ前提な、人と会えば自分は絶対普通よりもいい状態っていうのを誰かに伝えてから彼らは会話をするんですよ。で、これ毎日ですからね。で、これ僕すごく日本と違うなと思ったし、なぜこれが外国の人が幸せですかと聞かれた時に、はい、幸せですってすぐ言えてしまうのかというと、まあその一つはね、空っぽでも自分の感情をもういい方に言うと。で、これはね、スピリチュアルの世界では、自分が幸せじゃなくても幸せっ
言い続ける、自分に自信がなくても俺は自信があるんだとかね、こう思い続けたりとか言い続けたりすると実際にそうなっていくっていう考え方がスピリチュアルの精神世界の中ではあるんですよ。で、おそらくこういった英語圏の方々が幸せですってはっきり言えるのは、ね、別に自分の状態が実際にどうこう関係なく毎回 I'm fine と、はい、いいよと、いい状態だよと毎回言っているからね、本当にそうなって言っているんじゃないかなと僕は思うんですよ。だから幸せですかって言われて聞かれた時に I'm happy ってね、別にハッピーかどうか自分を知らないまま答えているんじゃないかなと、ハッピーって聞かれたらハッピーって言うでしょみたいな感じで答えているから、気づけば実際言われてみればハッピーかなみたいなね、流れになっているんじゃないかなと思うんですよ。スピリチュアルの世界、精神世界の人たちが言うように。で、実際本当にね、あの日本とヨーロッパのね、統計があるんですけども、その幸福度の統計があるんですけども、ヨーロッパ、まあイギリスと日本比べるだけでもイギリスの方が断然高いんですよ。日本に比べると、日本って結構低いんですよね。生活基盤っていうかすごく裕福やのにね。だからどんな状態、自分がどういう状況に置かれていても、あ、普通よりいい状態、 fine, good, great、 中にもハッピーってね言うから、本当にそうなって言っているんじゃないかなと思います。で、実際問題、僕ね、 Are you alright? とかね、 How are you? って聞いた時に bad っていう人いないですからね。まあ、僕は聞いたことないです。 I'm bad っていう人、 I'm fine butI feel not really good みたいな、どっちやねん、もう矛盾してるって、矛盾したりね、したりしてるんですけども、絶対初め絶対いい方言うんですよ。で、ここでね、ここで僕が何を言いたいのかというと、こんな感じでいいものはどんどん真似していこうっていうことを言いたいわけなんですよ。まあ、論理的にね、哲学者としてスピリチュアルの世界が正しいか正しくないかはちょっと言えないんですけども、スピリチュアルな観点からするとそうであってほしいっていう気持ちもありますし、多分そうなんだろうなと僕は信じているので、自分が幸せ関係なく、とりあえず幸せかっていうのを言い続けると、まあ、幸せってだけじゃなくてね、あ、俺は今日いい状態だなとね、自分自身に毎回言い続けていくことで、実際に知らず知らずのうちに本当に自分がいいコンディションになっていくんじゃないかなと思います。これは僕で日本の方、多くの日本の方が学ぶべきっていうか、真似した方がいいんじゃないかなと思う一つです。はい。まあ、何かあればまたコメントください。はい。では今日も見ていただきありがとうございます。See you later.